レンナルト・カルレソンレンナルト・カルレソンは、スウェーデンの数学者、調和解析の分野の第一人者として知られる、ストックホルム生まれ、アーン・バーリングに支持し、ウプサラ大学で1950年に博士号を取得した。現在は、ウプサラ大学、ストックホルムの王立高科大学、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の名誉教授であり、 1968年から1984年までミッタ・クレフラー工学研究所の所長を務めていた。1978年から1982年の間は国際数学連合の会長だった。1953年にブッテ・ヨンソンと結婚し数岡爪がいる。カルレソンは組み合わせ数学の方法を用いていくつかの著名な問題を解決した。 例えば、ハーディ空間におけるコロナ問題や、フーリエ級数の外周速などである。彼はまた、カルリソンの速度論の研究でも知られている。重要な論文を次々に発表するほかに、ポテンシャル論に関する影響の大きい著書も、表している。1967年のセレクテッド・プロブレムズ、オン・エクセプショナル・セッツと1993年のコンプレックス・ダイナミクスである。 ありがとうございます。